まあ正直、今頭真っ白なんで何も思いつかないんですけど、やっぱり、1位指名してもらったということと、やっぱり西武さんには感謝したいなというふうに思ってます。自分自身上位指名してほしいなというふうに思ってたんで、まあ、そういう意味では、単独で1位で指名していただいて、まあ、ほっとしました。自分自身、行きたい一つの球団でもありましたし、また OB の方々も、おられるんで、まあ、そういう意味ではすごく、光栄に思ってます。やっぱり1年目から、正捕手として、試合に出れることが、まあ、一番なんですけど、やっぱり長いこと野球ができれば一番いいかなというふうに思ってます。今日の埼玉西武ライオンズの1位指名、バッティング内容に例えると、結果に例えるとどういう意味があるでしょうか。1位指名、さよなら逆転満塁ホームランです。